メガモール。わあすごい雄大。次はね、広島の厳島神社に向かいます。暑いよ。ね、ほんとなんか熱中症になりそうなぐらい暑いんですけど、背中がさ、焼けるように暑いじゃん本当に暑いちょっとね、ちょくちょく水分補給しないとやばい感じだよ、これは。ちょっとそっちにも気をつけて厳島神社に向かいます。お、広島県に入るよ。ここを左。はい、こっから広島県。よし、行ける。広島も初めてだな、私。みんなよくさ、修学旅行で行ったとかさ、よく私行ってな。バイクだ。イエーイ。やえの人じゃなかった。あそこに見えるでっかい島がどうだろう。あの手前じゃなくて向こうの手前だって。早いー。綺麗にあれだ、鳥居とかも見えるんじゃない？天気もいいしね。まっすぐ？バイク止めんとこないですかね、駐車場。あ、バイクいっぱい止まってんじゃん。ラッキー。あ、ラッキー。よいしょ。楽しい。あ、あそこにもしか。なんかカメラ。あれ？いやね、おとなしい。臆病だ。鳥居がない。改装中だった鳥居がない。残念。綺麗だね。これが水の中にあるわけだね。今なんで水がない？塩が引いてんの？
んだ。いいな、コッペパン好き。伝統のこしあん塩だ。美味しいんだよ。ございます。おはようございます。今日はね、4日目の朝です。これからの島並海道を目指して行きたいと思います。ね、ちょっと初めてでドキドキしちゃう島並海道。なんか天気も、まあ、今日夜から雨なのかな。なんか関東はずっと雨で寒いみたいなんですけど、で九州とかも結構雨が降ってたりして、なのに恵まるたちが行くところだけはなぜか雨が降らないっていう、もしかしたらね、カッパを着ないで済むかもしれないミラクルが起こるかもしれないんですよ。でまずは島並海道に向かいます。この先霧走行注意。幻想的だよ、ほら。あ、本当だ。ちょっと綺麗ね、なんか面白い。オレンジ。
次はね、博多島に行くの。あ、大三島橋だ。バイバイ大三島。あ、綺麗だよ、ほら。あ、いいね。うん。あ、いいね、すごい。こんにちは、博多島。博多の塩の博多島だよ。ここを左。だ、道の駅博多の塩。なんだこれ、雨か。雨だよ。何時だ今。お昼過ぎじゃねえか。まだ雨いっぱい降ってきた。やばい、うわ怖い。白白じゃない。あ、でもちょっと見える。いや、これさ、晴れてたらすっごい綺麗なんじゃない。晴れてたらすごい綺麗だよ。うん、音どこまで見えたら。うん、これまた来たいな、天気いい時に。これはすごいよ、きっと。すごいよこれ。 雨じゃないや天気だったら。ほら、ちょっと今後の楽しみを発見したかもよ。ここか。あ、バス来てるよ、マーさん。鬼楼山展望公園。はい、雨が降ってきたんでね、カッパを着てる間になんか雨が止んでちょっと晴れてきました。あるあるだよね。なんでいつもカッパ着ると止んじゃうんだろうね。しめしめ、いつだかやっぱ来たなって。はい、行くよ。あ、もう完全に晴れたんじゃないこれ。ほら、明るいもん。あ、ここで写真撮って。あ、ここすごい綺麗だよ、マーさん。ほら、うわ、
ああでもすごい綺麗だよ、ママさん。これね、これもね、雨でもうダメ押しするだったからね。ちょっとこう下の紅葉も入れてさ。橋だね。